こんにちは、ヨウです。今日はラボーナフェイント、別名クロスエラー思考を紹介します。3つのコツについて解説するので、全て覚えれば必ずできるようになります。頑張っていきましょう。まず1つ目のコツは軸足の置き方です。この状態から一歩踏み出します。軸足の斜め後ろにボールを置いた状態を作って、ここから2タッチする。これがラボーナフェイントの動作です。ですがラボーナフェイントは90度の切り返しぐらいが限界です。普通のエラスコとかであれば180度近い切り返しが可能ですが、90が限界ということは、このままディフェンダーにやってあげちゃうとディフェンダーに向かっていっちゃってかわせません。ですからポイントとしては、今の動作を45度旋回した状態でやってあげる。そうすると45度の状態に持ち出すふりをして45度に抜けるということが可能になります。これがラボーナフェイントの正体です。ですからあくまで斜め後ろにボールがある、この状態で軸足を作るんですが、結果としてディフェンダーから見ると前後の状態になります。軸足を前後に置くっていうふうに覚えてしまうと、こうなっちゃってあんまり動作がうまくいきにくくなります。あくまで自分の中では斜め後ろなんだということは念頭に置きましょう。2つ目のコツはボールのタッチの仕方です。ちょっと正面向いてやりますが、この状態でインサイドでタッチして2タッチしようとするとボール飛びすぎちゃって2タッチできません。だからといって優しくタッチして2タッチするとキレがなくなってフェイントとして成功しなくなっちゃいます。ですからポイントはボールと足が離れるタッチをするということ。どういうことかというと、ボールに対してちょっとかかとを向けてあげて、母子球のこのエッジ部分を使います。この状態で足をボール当ててあげると、ボールは斜めに行って足は水平に行く、こういう関係が出来上がります。ただこの状態で普通に触れちゃうと、もちろんボールが軸足に当たります。ですから大事なのは、この状態から足を斜め後ろに向かって滑り出してボールは水平に進む、この状態を作ってあげる。そうするとこの足を後ろに向かって振り出してあげて2タッチ、かなりスムーズにできます。ですからポイントは斜め後ろに振り出す、エッジを使うということですね。ちょっと余談ですが、人間の体は骨盤がこう向いた状態で足がこう左右に動くようにはできてないんです。ただ前後にはよく動きます。ですから斜め後ろの領域はかなり広く体が使えるんですね。ですから自分の斜め後ろの領域は足がいっぱい動くんだということをしっかり頭に叩き込んでおきましょう。そうすると2タッチを簡単にできるんだっていうふうに分かってくるはずです。2タッチ目は足伸ばしたままで触るんじゃなくて、ファーストタッチをこの状態で少し膝を軽く曲げてあげて伸ばしたい、曲げて伸ばす、この感覚持ってあげると2タッチ目もしっかり自分の思う方向に飛び出すことができるはずです。3つ目のコツです。3つ目のコツはリズムです。5のリズムでやってあげましょう。止めて1、足を置いて2、軸足セット置いて3、4、5です。このリズム大事にしましょう。大事なのは1でボールをしっかり止めること。世界中の選手のラボーナフェイントを見ても、流れてるボールに対してやる選手はほとんどいません。しっかりボールの動きを止めましょう。で、着地2の着地は少しボールに対してかかとを向けます。3は45度の方向につま先向けて着地、斜め後ろだけど外から見れば、まあ、前後の関係作ってあげて、で足を斜め後ろに振り出して4、5という形です。慣れてくると逆足で止めて1、2、3、4でやることも可能ですが、初めのうちはしっかり正確にボール止めなきゃいけないので、引き足であるこちらで止めて1、2、3、4、5という形でいきましょう。この技はリズムを正確に刻めばかなり成功率が上がって試合でも必ず使えます。ぜひやってみてください。